はい。ブロガーのココナッツです。本日ですね、2回目の、動画の紹介ですね。ちょっとね、今私の手元にはね、同じキヤノンさんのね、16からね、35の F4 同士ですね。これの広角ですね。超広角。をちょっとつけて、せっかくですからね、何年ぶりですから、前傾も収めたいんで、つけてます。で、サンニッパの方はというと、ちょうど私のこの手の方向にあるですね、もう歩いて100本ぐらいもな、多分ないと思うんですけど、駐車場のね、現行型のプリウスの50型の、トノカバーのね、内側にね、今しまっております。さて、そうですね、もうね、サンニッパー来て結構な日数ですよね。まあ知り合いのカメラ屋のね、マスターにね、先月の七夕ですか、あの日から、まあ、ほぼ1週間近くね、なんだかんだ言ってこうぶち抜きででかいね、レンズ試してましたね。だから、まあそういうのもね、そういった、ね、呼び出す、もう含めると、もうね、かたやね、皆さんにこうしてね、お知らせしてるね、パナソニックのね、VX の 985M ですか？後継対応の。いやね、頑丈ですね。まあ、レンズがライカですからね、いやしくも。まあ、それではあるんですけど、私のね、伝えたいことがちゃんとね、もうダイレクトでね、やっぱこれはね、大きいですよね。もうね、トラブルなくね、やっぱね、一番ね、大切ですよね。ことわざでもね、ありますよね。無事なのが一番なんでね、ちょっと失礼します。もう30分にね、1回の割合でね、もう補給しないと死んでしまいますからね。まあ、それだけね、暑さ厳しいです。まあそれ以上にね、得るものも大きいんで、こうしてね、皆さんにね、お伝えしてるんですけど、まあね、当初の計画によるとね、ところの、500mm の F4、ね、もう潔くもスパッとね、断処理して、サニッパーはね、大正解です。明るいですね。これはやっぱね、正義ですよね。まあ、ちょっとね、本日は、ご覧の通り、本当に雲一つないんでね、なかなか、まあ、もうグラビア撮影とかもね、結構やってるんです。まあ、そこでね、テレコンも試してるんです。なかなか、自然相手にね、まだやってないんですよね。これですね。これ、健康さんのね、昔私がね、テレコンってね、言ってたことの名残のね、袋ですね。キヤノンさん、これ、エクステンダーでね、ちょっと、下、蚊が噛みそうですかね。まだ慣れませんよね。自分の場合は、スピードライトじゃなくて、やっぱ、ストロボで育ったスタイルですからね。これですよね。エクステンダー1型、ああ、1型じゃない。1.×1.4 のね、第3型のね、一番新しいね、光学系ですよね。綺麗ですよね、これもね。これは、ちょっとしたレンズ買える値段ですからね。結構これが重いんですね。この、ね、フォトベストとかね、結構、
ズシッとくるんですね。まあね、感の鋭い方はね、大体これで私がね、三日にしてね、してやったり、なぜ思ってんのか、まあ大体、まあそれはね、この動画を見てね、まあにやりと、まあしてる皆さんのね、まあ考え通りです。まああれだけね、明るくて、ね、女性のね、パリッとしたね、ベンツですからね、ラグジュアリーね。ですから、仮にこのエクステンダー使ってね、焦点距離をこうね、引き伸ばしてやって、ところでね、ああ、まあ確かにね、F が一発落ちて、ね、4.0、うん。ああ、痛くも痒くもないですよね。それでね、APS-C のフォーマットであるね、こう 90D ですからね。まあさらに伸びるわけですね。まあほんとね、オートフォーカスはさすがに先ほどもハニアをはじめとして、まあ、いくつか撮ったんですが、早いですね、やっぱ。爆速です。うん、すごいですね。いやー、セミのね、鳴き声でね、暑さが体感的にね、こうガーッとこうね、バイキルト状態になっちゃいますね。よくね、ね、こんな、端っこいブログだからね、の動画だから、あまり意識もしなかったんですけど、なんでね、暑いんならさっさと、うん。ちょっとね、やっぱそういうわけにいかないんで、もう手のひらがすごいことになっちゃいますからね。汗っかきなんですけどね、だから吸わせてるんですね、これね。もうどんなね殺人的な暑さだろうがね、ちょっと半袖はね、真夜中ぐらいじゃないですか、寝るときですよね。汗もですぐね、肌ね、焼いちゃうんですよね。体内の酸性度が高いんでしょうね。いやー、わかんないですね。汗の質が良くないのはね、承知です。はあ、でもまあ、このね、汗ベタベタで、こう、振り回していて、本当にね、もうオートフォーカスが、ね、70のね、200のね、まあ通称7ニッパとでも言いますか、あっちズームレンズですね。あれももちろん私の大きいんです。あの爆速でね、すげえ、言ってたくらいですからね。まあそうですね。そうだ、あと今日はね、フォーカスリミッターのね、適正範囲のね、試すっていう意味合いもありましたんでね。まあ決してね、これね、この前の動画でね、なんと皆さんが受け取られてもいいんですけど、数少ない短所云々っていうより、ここをもう少しというところだけ、そんなね、下騒なね、あれじゃないんで。ただやっぱり、ね、例えば、まあ今、ね、軒並みお祭りのお流れになっちゃってるんでね、自分も来年とか再来年に向けてね、当然頑張らにゃいかんので、あまりね、捨て腐れて腐ってるわけにもいかんのですけど。で、ね、予行演習がてらってね、まあ、ゆっこはじめとして、知り合いのね、あとあるいはね、契約してる学生さん、はもう今ね、撮ってます。だからその気になればね、郊外ね、室内のプールだってありますからね。安いですよね。まあそういうところで実際もう3ニッパー試してるんですね、だから。
身内を取るもんね。ああ、やっぱね、思ったよりね、もうぶどまりがよくね取れますね。まあ特に考えたことは、一瞬近い画角なんで、特にこの70ミリからあの200の 2.8 同士ですね、これのテラ端とね、ちょっと被るんじゃないかって、まあ問い合わせもね、あの実際寄せられたのは事実ですけど、まあ自分としては結構まあ使い分けてますね、そこは。うん、やっぱりね、片方、片や単焦点、片やズーム、うん、これなんぼラグジュアリーだろうが、普及型であろうが、あのね、もう単焦点とズームの決定的な違いですね。もうね、レンズの高低これは関係ないですよね。もう使い方が違う。うん、だからですからね、同じまあスポーツでも、まあ自分がまだね、ヘタレなのはね、もちろんあるんですけど、まあ室内の例えば水泳だとかプールとか、まあそれにも当然ね、絶大な威力を出すんですけど、例えばまあ水銀投下での、まだ地方ね LED になってないところもあるんで、例えば水銀投下で照らされてる、うん、まあ古い、総合体育館ですとか、うん、そういうところでね、威力実際発揮します。うん。そうだね。まあね、あとはね、もう、シャッター数稼いでね、ぶどまりをね、上げるしかないですよね。まあ、まだね、団体競技よりもね、やっぱどうしてもね、取りやすいんでね、まあ個人競技の方、行っちゃいましたね。まあ次によくね、いただいたのが、今ミラーレスがね、日の出の勢いなのにね、何本名レンズって言ってもね、あの11年にこのリリースされたサンニッパーをね、この今の時点で買うっていうのは、うーん、どうなんですかみたいなね、やっぱ聞きますよね。まあいつね、3型がリリースされても、まあただそれは事実ですよね。ただこういうのってでも自分の中で決着ある程度つけてね、買うって言った時に、うん、やっぱ、うん、切りないですよね、いつまで引っ張ってもね。一度それ私ね、あの Windows のね、7のね、やっぱサーバーのね、PC でね、ちょっとヘッポコを踏んじゃったことあって。あのね、季節、時期っていうのタイミングをね、逃しちゃうとダメなんですよね。まあ、ねえ、ちょっとおかしな言い方だけど、ねえ、もしそれだね、ミラーレスね、資格なし、ね、欠点なし。まあね、確かに。まあ、今の私の表現がね、正しいかどうか疑問があるんですけど。まあ、うん。まあ確かにね、各社ミラーレス力で言ってますよね。ね、だからってもね、やっぱ、まあ待つのは戦略の一つですけど。うん。待ちすぎてね、お釜掘っちゃっても意味ないですからね。やっぱね、うん、ね、撮影のこうね、道具ですからね。あの三人っぱね、ニヤニヤね、まあ眺めて、まあそういう時もあるんだろうけど、うん、まあ、ね、やっぱ撮るためのね、うん、エレメントですからね。まああまりね、私もどっちかといえばそれは。うん、花より団子ですよね。
まあ先ほどとちょっと違うのはですね、まだ生暖かくてちょっとね、もちろん厳しいですけど、風が強くなってきましたね。あー、もうこっから湧き出てる雲がはっきりもう目視できる。まあ私の方もね、やっぱりね、優れたね、レンズ手に入れて、まあボディもね、新品ね、あと一番新しいやつですから、古いやつでもね、試すんですよ、これからね。まあ、バリバリね、撮って、次のお祭りに向けてね、剣と将来を期するというやつですよね。写真家ってのはね、写真撮るためにね、存在してますから、当たり前ですよね。まあ思いのほか、あの三ニッパーがね、2キロちょいだってのはね、大きい武器です。やっぱね、今の自分の不惑を超えたね、あのポジション冷静に考えると、うん、今後ね、あの三脚が必要不可欠なね、重たいね、うん、あ、どうやって振り回すんだってことになっちゃいますからね。まあもちろん、うん、ね、ものすごいね、カーボンの三脚は、まあ、当然持ってますよ、うん、それはね、いざという時にね、まあ実際今日の時ね、使ってるんですから。まあただやっぱね、こう構えてね、携えてね、スタンディングでね、フォトをね、撮るときは、ね、機動力ね、命ですからね。まあ実際ね、ニコンのね、あの F マウントのね、同棲中の女の子の3ニッパーもね、まあ、持たせてはもらったんですけどね、重たいですね、やっぱね、フラグシップですね。まあそんな中でもね、自分のはだいぶ軽い方なんでね、助かってますけどね、軽いで、その上で明るい、うん、でオートフォーカスは爆速だ、うん、まあ言うとこないですね。強いて言えば、もう少し安くなってくれ、ですね。結構ですね、あの、サニッパーいただいてからですね、うん。まあ、少ないとはいえ、まあメールで問い合わせ投稿が来てるんでね、まあ一度にさすがには無理なんですけどね、いろいろ、うん。やってみたいなとはね、思ってますね。リクエストに答えればですね。ね、YouTube でせっかくね、うん、検索してもね、やっぱ外国のね、ブログっていうかね、動画紹介も含めちょっと寂しいですよね。まあ、それもあったからこうやってね、皆さんにね、サンニッパ実際ね、オーナーになっている立場としての、ね、あげようと思ってるわけね。で、伝えてると。あと意外なことなんですけど、まあね、三人っぱ以外も揃える準備を立ててほしいですね。私はたまたまシグマさんの APO の150の500の古いレンズの時代のですね、うん、あの時の健康さんのね、あのバッグがね、リュック、あれ、これね、腐らないでね、撮っといてよかったんですけど、あの時の 500mm レンズを収納するためのね、あの収納が今役に立ったってわけです。ああね、東洋リビングにしてもね、防湿庫一つ取ってもそうですね。
ただね、よく聞かれるんですけど、あのね、迷彩模様したね、あのレンズのね、うん、あの何、あの保護コートですか、あれってね、ココナッツさんつけないんです。あんまりつけないですね。やっぱね、レンズのあの塗装とかもね、見た目も楽しみたいですからね。大切に使ってね、手入れ丁寧にやって、それでまあね、あちこちが次第にね、ペイントが剥げたり、なんか薄くなったり、引っかかる。ね、まあ、補修の調整当然ね、あの、うん、白馬さんからね、ペイントも出てますけど、マニキュアみたいなね。まあ、それはね、もう名誉の傷ですからね、仕方ないですよね。私はその辺割り切ってます。まあ、今後も多分ね、うん、あのコートだけでね、一万なんぼ？ちょっとしたね、レンズフィルター変えちゃいますよね。まあ、そんなかんだで、うん。まあ、今後も、新しいレンズにしてもそうなんですけど。うん、やっぱまあね、剥き出しのままね、使っていくと思いますよ。うん。そうですね。まあ、そんなもんかな。ああ、だいぶ雲が出てきましたね、こっから。目視でもうはっきりわかりますね。ちょうどこの辺ですね。一雨来るかな。いや本当にね、ここのあの埴輪のあるね、あの国の指定 の公園なんですけどね、いや本当何年ぶりなんですね。まあね、本当にね、静かです。もうね、お山の奥とかね、もう一部のところではね、早いもんでね、秋のね、先取りするようなね、風景ももうちらほらとね、あるんですよ。まあそうですね、レンズ以外でかかるものといえば、先ほどの、まあそうですね、まずは、あのね、収納してね、持ち運ぶためのね、あのね、純正の、やっぱちょっとね、ジェロリミンケースみたいな、あの、ほら、ね、金、持ち、ま、手持ちのあの金庫みたいなやつですか？意外にあれ、レンズギリギリなんでね、ちょっと収納にはね、ね。まあ、ですからやっぱりそうですよね。まあ、私の方もね、今はまだね、ちょっとね、大きめのこう、防湿ケース、うん。まあ、当然湿度を測るメーターがあって、うん。で、まあ、当然除湿のね、ケミカル剤があるわけなんですけど、まあ、早いとこね、防湿ケースの方もね、余裕を開けたいなって思ってますね。そうですね、追加でかかるお金で何を考えときゃいいのかな、やっぱあと、ね、定点観測でやっぱね、楽されたいんだったらやっぱり三脚ですよね、当然ね。まあやはり、あの、ね、大きな重量に耐えられるだけの三脚ですよね。となるとやはり、ね、お値段の方も、まあミドルレンジ以降ってことになるんでしょうね。やっぱり5万円とかね、あのあたりですね。から10万円あたりの。自分のだったらスリックのカーボン三脚がね、やっぱり10万ぐらいの値段するやつですからね、普通にね。そんなとこかな。取り立てね。ああね。人の目はね、ああ引きますよね。それはしょうがないです。ああ、意外にあと皆さん持ってられなかったようなんですけど、まあ白馬さん、まあ白馬か健康で大体揃うと思うんですね。エアー送ってあげるね、あの、エアダスターですね。プシュプシュね。なるべくあれもね、あの、なんつうんですか。可愛らしいの持ってる人もいいんですけど、やっぱ疲れちゃうと当然ですよね。やっぱ極力大きいねブロワーね、あの持っといてください。特にそうですね、あの防湿庫のね、そこ横ちょうどでもね、私みたいに撮影専門のね、お部屋用意できるのが一番いいんですけど、だからそういうとこだったら、例えば机のところはね、転がらないような、うん、起き上がりこぼしを兼ねたね、確かそういうのもあるはず。そういうのがね、あると便利ですね。
あとはね、まあペンライトね、こういうやつですね。これで外でもね、こうゴミが入ってないかね、確認できますから。でまああとはこれですね、馬の毛でできてるこのブラシですね。うん、こういうのがあると便利ですね。これでね、ちょっとね、大きめのねやつとかね、ゴミ、今の時期でいうとこのまあなんていうんですか、小枝とか木のかけらとか靴とか木靴ですか、こういうのね入れるためにねこの重たいの着てるわけですね。ああね、おお、すごいな、どん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 なんか盛り上がってきたな。まあね、突っ走るしかないですよね突っ走るしかないですよね。どうもありがとうございます。で次はねちょっと未定ですけどね、またね撮影が落ち着いたらね